どうもこしです、ということで、今回はシャンプー選びについてお伝えしていきます。男性ですね、40代50代男性に向けてシャンプーの選び方、マジで危険なシャンプーを使っている方がめちゃくちゃ多いので、ぜひ今回で、シャンプーの買い方習得していただいて、もう明日から今日から即ドラッグストアに直行して、買えてくださいということで、今回はまずシャンプー選びのポイント、これは成分的なポイントもありますし年齢的なポイントもあります。2つ目、適切なシャンプーの種類、シャンプーを大まかに分けて説明します。はい、次3つ目、シャンプーの使用方法と適切なシャンプー頻度をお伝えします。ということで、まず1個目、シャンプー選びのポイント、こちらをお伝えします。まずは成分の確認ですね。成分表をチェックして髪や頭皮に優しい成分が含まれているかっていうのを確認してください。2つ目、 pH のバランスです。頭皮の pH に合ったシャンプーを選ぶ。おすすめは中性を選んでください。次、洗浄力です。これめちゃくちゃあれあれなんですけど、大体大手の安いシャンプーは洗浄力が強すぎるんですよ。脱脂力が強い。なので必要な皮脂とか油分、水分を奪わないくらいの洗浄力のシャンプーを使いましょう。具体的に年齢で言うと20代は、油分がめちゃくちゃ多いので洗浄力と脱脂力が強く爽快感がある高級アルコール系シャンプーを使いましょう。20代ってもう若くてアルブラとかもバンバン出るし、あとはそのボリュームとかね、髪の元気もある、そして油もめっちゃ多いっていうことで、しっかりとした脱脂力とか洗浄力があるシャンプーを使ってください。次、30代はアミノ酸系シャンプーっていうのをおすすめしていて、皮脂量はもうピークになるんですよ。もうサラリーマンとかね、仕事帰りのサラリーマンとかもテカテカやね。ね、油分すごいので、もう油分がピークになるのが30代です。なので、でも髪の毛がボリュームなくなってくるっていうのが30代なので、程よく皮脂を残す。でも敏感肌にも有効ですよっていう高級アミノ酸系シャンプーがおすすめです。次、40代は石鹸系シャンプーっていうのがめちゃくちゃおすすめです。でこれ理由は、40代になるとめちゃくちゃ乾燥してくるんですよ。カサカサになってくる、もうすぐもう手もね、この髪ね、ちぎれないとこうペロッとしてちぎれないと、髪として、めくらないとめくれないと、それぐらいが40代は次はカサカサになってくるんですよ。そして匂いが強くなってくる、加齢臭とか匂いが強くなってくる。なので、匂いの元をしっかりと落としてくれる石鹸系シャンプーっていうのをおすすめしています。なので20代は高級アルコール系、30代はアミノ酸系、40代は石鹸系、まあこれ一つの基準ではあるので、まあ、絶対これというわけではありません。逆に加齢臭とか、若い人でも匂いが気になる人は天然成分やハーブ配合のアミノ酸系シャンプーとか、あとは逆に不潔とかかゆみとかそういうのが気になると、薬用シャンプーという別のシャンプーもおすすめしています。ということで、シャンプー選びのポイントを説明しました。次、第2、適切なシャンプー剤の種類ですね。まずは無添加シャンプーというのを お教えしますと、カリオとか、合成着色料などを含まれていない肌に優しいタイプのシャンプーがおすすめです。はい、無添加はやっぱおすすめです。まあ、その分ちょっと値段が上がるとかもするんですが、やっぱりシャンプー剤全体に言えるのが高いやつほどいいっていうのですね。はい、次、ボリュームアップシャンプー、髪が細くなってきたとか、ちょっとボリュームアップしたいとかっていうのは、ボリュームアップシャンプーっていうのが売ってるので、そちらをおすすめします。次、3つ目、エイジングケアシャンプー、これは年齢を重ねた髪とか、頭皮に対応したエイジングケア効果のあるシャンプーっていうですね、まあ、40代50代の方はもうエイジングケアシャンプーで調べたら結構出てきますので、こちらを活用していただいてください。次、第3、シャンプーの正しい使用方法についてお伝えします。まずは、適切な使い方について、説明しますね。まずは適量を手に取ること。この適量って、めちゃくちゃ間違ってる人が多い。あなたどれぐらいシャンプープッシュしますか？
2プッシュぐらい、これダメなんですよ。これ2プッシュめちゃくちゃダメで、男性はそれやりすぎです。長い髪の人でそれぐらいが標準なわけであって、男の人はもう僕ぐらいで1プッシュぐらいで、もう1プッシュでいいです、はい、基本シャンプーは。標準的な男性のショートスタイルで言うと、もう半プッシュぐらいでもう十分です。なのでシャンプーは1プッシュ以内、これを、適切なシャンプーのやり方として覚えてください。そしてよくまず手でしっかりこうなるべく泡立てるシャンプーをしてから髪につける。で頭につけてよく泡立てること、まずは泡立てた上で頭皮をマッサージする。シャンプーは頭皮を洗うものであって髪の毛を洗うものではないので、まずは泡を立てる、髪の毛でしっかり泡立てする、その後に頭皮をしっかりマッサージするっていう順序を守ってください。そして、まあ、当たり前なんですけどシャンプーの洗い残しとかを極力やめてください。なのでしっかりと洗い流すことが大事です。その前の予洗いで1分間ぐらい、水でちゃんと汚れを、流してください。ということで、最後に適切なシャンプーの頻度ということで、1日1回でいいです。朝晩とかやったりする人いるんですけど、それは完全にシャンプーのやりすぎです。夏場とか汗のかきやすい時期とかにやるならまだいいんですけど、もう毎日習慣的に2回シャンプーしますっていう人は多すぎるので、ぜひ1日1回という頻度を守ってシャンプーしてください。ということで今回は40代50代男性に向けてシャンプー剤の選び方ということで、まあ詳しくおすすめのねシャンプー剤とか知りたい方は公式 LINE 登録していただいて、メッセージいただきましたら具体的な商品名とかもね、はい、説明していきますので、ぜひチャンネル登録と LINE 公式アカウントよろしくお願いします。ということで今回はこれで終わります。ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。赤星は、南越前町、福井県の南越前町というところで、床屋を経営しております。ぜひご来店される方、まあ、男性の方中心に、営業しておりますので、ぜひ公式 LINE の方から予約してください。開業予定は7月頃を考えておりますので、ぜひ、公式 LINE 登録していただいて、まあ、他に頭皮の髪型とか頭皮とか、髪に関する相談も受けたまわっておりますので、ぜひ公式 LINE、登録して、事前予約して一度会いましょう。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。またお願いします。